そうですね、まあ、まあ基本的にはね毎年あの優勝っていうのは変わらないですし、今年は220周以上を目指してます。今のうちの実力ならば220周以上できると思ってますんで。もう優勝だけですかね。優勝を奪還することしか考えてないですから。いろいろなチームで8試合出させてもらって、いろんな経験をさせてもらってきたので、それをもう今年はもう全て出し尽くして優勝したいなと